はい。それではただいまから高市大臣の記者会見を始めます、えー。それでは大臣よろしくお願いいたします。はいえー、皆様おはようございます、えー。経済安全保障担当大臣として報告を申し上げます。えー、本日、えー、重要土地等調査法に基づく第4回目の、えー、区域の指定を行い、えー、官報で、えー、公示しました、えー。今回指定したのは28都道府県に所在する区域で、 中止区域151箇所、特別中止区域33箇所の合計184箇所です。 で、工事日、すなわち本日から、えー、約1ヶ月の周知期間を設け、5月15日から、えー、区域指定を施行いたします。えー、今回をもって、えー、区域の指定は一旦、えー、終えて、全国各地で、えー、土地、建物の利用状況調査を進めてまいりますが、まあ、実行的に、また効率的に、えー、実態把握を進めて、 昨日、機能阻害行為を防止すべく、万全を期してまいります。詳細につきましては、重要土地担当の3時間にお尋ねください。私からは冒頭以上です。はい。それでは質疑に移ります。ちょっとお名前からお願いいたします。科学新聞中村さん。おはようございます。おはようございます。科学新聞中村です。 あの、宇宙とかフュージョンとか AI、はい、あの、大臣が積極的にこれまで戦略等の策定に取り組んできた分野ですけど、選択科技術分野ですけども、あの、日米協力の枠組みが、あの、進展してます。それについて、あの、大臣の受け止めをお願いします。 あの、まあ、日本だと一昨日に、えー、なりますか、日米首脳会談が行われまして、共同声明、あの、未来のためのグローバルパートナーが発出されました。まあ、その中で、あの、共同声明やファクトシートに、えー、取り上げられている科学技術分野の日米協力にも関しまして、 えー、今おっしゃっていただいた宇宙、えー、に関しましては、アルテミス計画において、まあ、日本人宇宙飛行士による、まあ、米国人以外で初の、えー、月面着陸を目指すと、まあ、いうこととと,ともに、まあ、日本が有人圧ローバー、えー、を提供していくということ、それからフュージョン、 え、につきましては、あの、まあ、これは、日本初のフュージョンエネルギーイノベーション戦略を策定し、え、また、え、先月に J-Fusion、え、まあ、これも発足ということで、歩みを進めてまいりましたが、あの、日米戦略を踏まえまして、研究開発や人材育成に加えて、あの、規制の枠組みですとか、サプライチェーンについても、ま、協力を強化していくことになると思います。 それから AI については AI の安全性評価の確立に向けて、あのー、まあ、これも、あのー、 AI セーフティーエステというとを設立しましたから、まあ、日米間で、えー、しっかりと連携を強化していくということになると存じます。まあ、その他にも、漁、え、師、ー、ですとか、バイオですとか、マテリアルなど、この重要分野における共同研究開発の促進、またスタートアップに関する協力も盛り上げ、盛り込まれております。我、まあ、が国の安全保障、経済安全保障の基盤、 となります。科学技術分野について。まあ、米国との協力を進化させると。まあ、いうこと,ととともに、まあ、日本のプレゼンスを向上させていきたいと、えー、思っております。はい、ほございませんでしょうか。共同通信七重さん。すみません、共同通信の七重です。おはようございます。 すみません。まさに先ほどの、あの、お話の中で、あの、日本人の宇宙飛行士二人が月面に行くというふうなことがあったと思うんですけれども、改めてその日本人がですね、その月に行って、その果たすべき役割とか意義っていうのは何なのか、ちょっと改めてお伺いします。はい。あの、まず、えー、日本人宇宙飛行士が月面で果たすべき役割ということですけれども、あの、まずは、あの、月面というフロンティアの 開拓ととといいうことだと思いますあの一昨年、あの官邸での ISS との講師イベントで、えー、若戸光一宇宙飛行士から、えー、職業宇宙飛行士の使命は、えー、フロンティアの開拓という、あのー、お話があって、まあ、その言葉はとても印象に残っております。やはりこう世界において我が国のプレゼンス、 が、えー、向上する。そして、まあ、こ、日本国民の皆様の誇りにもつながる。それから、まあ、人材育成ですとか、それから、まあ、これから宇宙利用を進めていく。まあ、これに対する、まあ、ご理解も深まっていく。えー、そういうことになるんじゃないかと思います。で、まあ、月面への着陸や探査。 ということになりますと、これはもう様々な挑戦的な技術開発が必要でございますので、日本の科学技術の発展、ま,あ、またさらには産業の創出にもつながっていくと思っております。まあ、今後、そのアルテミス計画の中で日本人の宇宙飛行士が あのー、どのような活動を月面で行うのか、それから日本が提供する、えぇ、ー、有人ー圧ローバーをですね、まあどのように活用していくのかということについては、うんまあ、さらに検討が深められていくんだと思っております。はい、おはようございます。えー、読売新聞、中根さん。読売新聞の中根さん、おはようございます。おはようございます。 あの、この関連なんですけれども、今回のあの、実施取り決め文書ですと、あの、日本の追加の貢献次第で、3回目以降の月面着陸の可能性も明記されました。で、まあ一方であの、今回日本が提供するという有人油圧ローバーの開発については、かなりのまあ費用がかかるとも言われています。で、まあかなり3回目以降の月面着陸の機会を得るのは、かなりまあそんなに簡単ではないのでは、 ないかなと思うんですが、今後の追加の貢献のために、日本はどのような方向性を歩むのが望ましいか、大臣のお考えを教えていただけないでしょうか。うん、まあ、今回の、あの、2名の、えー、飛行士というところに至るまでも、まあ、相当、えー、交渉がございました。で、まあ、その上でですね、うん、まずは、あの、我が国が提供する、えー、有人与圧ーバーを、えー、10年、 の運用期間にわたって、これしっかりと運用していくということが重要だと考えております。それから、あの、先日、えー、宇宙技術戦略を、ま、あのー、策定いたしましたが、まあ、そこに掲げたような日本が強みを有する技術ですね。例えば、あの、スリムの技術を高度化して、で、まあ、月の極域、 え、にピンポイント着陸して、この水資源を開発する。まあ、水資源関連のデータ、これを取得していくと。ま、いうような取り組み。それから、あの、月を周回する衛星での即位システム。え、というようなこと。あの、まあ、即位は日本が強い分野でもございます。まあ、そうしますと、あの、技術の力によって、えー、貢献と信頼を積み重ねていくということが、 私は日本が歩むべき方向性だと思っておりますはい、他よろしいでしょうかなければこれで終了としますありがとうございましたお疲れ様でございます